Hello everyone! I am Yayoshi の、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、マリオカチャラーズ2023-24エキシビションシリーズシーズン3のラウンド4ファイナル、グランドファイナル、まあラウンドファイナルですね。ニュルブルクリックエンデラスやっていきたいと思います。さあ、まず今回はまず最初は、レギュレーションの確認からですね。決勝の燃費消耗が3倍、タイヤ摩耗6倍で、使用可能タイヤがレーシングハード、インターミデート、ヘビーウェイトで、ギブタイヤはなしとのことで、何やらなんか雨が降るようですね。そう、雨が降るようなので、結構油断できない方にはなる。油断できないところがもう一発、もうタイムアタックを取るのも一発勝負となります。諸事情の件、諸般の事情の件もなくなって、まあ早め終わって、まあ本気状態となります。最終戦はこう必ず勝ちに行きましょう。いきます。はい、終わりました。3番手スタートということで、8分2秒106、8分1秒8分、やっぱりそのタイムで行くかっていう感じか。いやー、8分超えたかったんだけど、本当そこあればチャンスだったんだけど、まあこのコースね、結構事故りやすいところも部分もあって、まあそんな、まあ、得意が賛否両論分かれるかと思います。なので、まあ私としてはニュルブルクリック、ここ、得意コースなのでなので、まあミスることだけはなく行きたいなと思います。ないな、これは。今回雨も追加されてますし。ではレーススタート。マリオカチャラーズカップ2023-24エキシビションシリーズシーズン3のラウンド4ニュールエンデランス決勝、最後の祭りを始めよう。きたー、楽しみのひとときです。最後の祭り行きましょう。最後の宴、3番手スタート飲んでます。よっしゃ、どんなレースが待ちかべているのか楽しみにしています。2023-24、いや、マリオカチャラーズカップ2023-24エキシビションシリーズシーズン3のラウンド4ファイナル、ラウンドファイナルニュールエンディランス行ってきます。3、2、1、スタート、よろしくお願いいたします。最高にいいですでしょう。誰もちょっと押してこないでほしいんだけどね。さあ、まずここは追突はなし、いいですよ、まあ、今回はピット作戦が鍵だということで、まあ、ペース配分に気をつけながら行かないといけないか。まあ、いつも通りの走り方で行こうか。離されたら一貫の終わりで。これが最後の祭りだ。任せとけ。で、こっちから行く。今回ちょっと喋りは控えめにしていこう。本当に勝ちに行きたいからね。本当に勝ちに行かなければ本当ダメなんだよ。いやー、ちょっとこのまず前のジャリトさんを抜かさないと、まず話にならないんだよ。
船のレースもしとかないといけない。もういろいろやることいっぱい。おおっと、ちょっと待って、ここでスピン、そのスピン本当に痛いでしょ。いやー、これ中国戦からしたら本当に痛いだろうね。本当やっぱり事故りやすいコースなんだよ本当。ジャレットさんはここは得意コースか知らないけど、分からないのですけど、俺はここのコースは得意コースなんだ。一つ一つのコースを集中的に覚えました。覚えたことで、覚えることをポイントとして気づいたことで、いけるようになりましたからね。まあ、ここのニュール24時間とエンデュランス、思い出結構ありますから。まあ、チェリジェとプレッシャーをかけていきましょう。絶対勝つわ。まあね、泣くのはね、また後なので。レース結果だからこそだけど。前のジャリトさんを抜かせば、俺がナンバーワンになれる。なれるのですが、その GR スープラも早いからね。ほんと。ここまで散々悔しい思いをしてきて、絶対逃がすわけないだろ。ほんと。逃がすわけがないんだよ。いや、これ後ろの方であればスリップストリームでいけるはずなんだけど、やっぱ GR スープラ早いね。早い。でもこっちも負けるわけにはいかないからね。全力でいく。頼むよ、俺の R35。 いやー、結構しぶといぞこれ。ジャリトさん、いやー、早っ。まだ雨は来ないね。ここまで苦しい思いしてきた。絶対俺が勝つ。一体どこで止まる気なんだこれ。ピットが入るときまではちょっと、ピットが入るくらいまでは持ちそうですが、なんかさ、どんどん離されていってない、離されていってるような気がするんだけど、いやー、すっごい離されていくんだけど、きちいかな。いやー、徐々にペース引き離されていくんだけど、マジで遠いな。
いや、マジかい。強っ。ストレート速いな、マジ。ちょっと早くしないとね、ほんと。12か。よし、こっちは66で。うわー、マジかよ。いやー、いや、ちょっと待って。いや、そんな。いやー、スピンしてしまった。前走そう。今のこれ届かないよな。これも絶対2-2-1でいっか。まあ、最悪後ろ向きにはならずに済んだけどさ。ちょっと待って。その後に連続でぶつかっちゃったんだけど。いやー、これいけると思う？これが、これあれ2位いけると思うか？これなあ。いや、接触を避けたいレースっていう風になればそういう感じか。きつい。これはきついわ。仕方ない。これも3位でいこう。3位守りきろう。このフロントタイヤ、この前壊れたらもうね、取り返しようがないからね。ほんと、もうペース落ちていく。ペース落ちていく。ここで滑ったんだよね。滑ったんだよ。あそこもうちょっと加速乗ってから行くべきだったか。ああ、ちょっとこれだ。
込む。速さのもう腕不足が直結したね、ほんと。もう圧勝じゃん、ジャリットさん、ほんと。圧勝すぎるでしょ。結局ニュールブルクリックと同じ流れになっちまったか。切れた、最後ガス欠結局元のポジションで終わってしまったか。ハリットさん早すぎる、ほんと早い。いやー、あのスピンだけはほんと許さねえ。あれ高くつくんだよ。マリバクチャラゼ2023-24エキシビションシリーズシーズン3のラウンド4のファイナル、ニュールブルクリックエンテラス19時枠の方やっていきました。スピンだけは本当に痛い。19時枠で一発ファースト取りたかったんですけどね、あまりにもジャリトさんがもうすごい速すぎて、本当あの腕は一体何格の違いを思い知らされたような気がします。まあですがまだ21時枠、23時枠、まああるかなと思いますので、まあでもこれ逃したら結構ね、次とかって言ってないからね、本当。いやー、仕留めておきたいところだね、この名前でやるのもね。いやー、ちょ悔しい、いやー悔しいです、本当。19時枠の方全てのレース楽しみしています。